リハビリ中にすいません、花山選手。お話を聞かせてください。花山選手、あの事件以来安西さんと何かやり取りはありましたか？いえ、何も。代理人を通じて謝罪があっただけです。安西選手は自身のプレーについて独断で行ったの一点張りですが、余裕を持って出塁できた場面での危険なスライディング、花山選手からはどう見えましたか？確かにそうですね。ですが僕はあの場面で彼が進んでプレーしたとは思えないんですよ。花山選手は安西選手と古くからの友人だそうですが、昔はどのようなプレイヤーだったのでしょうか？4番としての活躍は来季絶望的とのことですが、どのようにお考えでしょうか？安西選手は所属の横浜シャークスターズを退団するとのことですが。ちょ、押さないでください。うわっ。おいおい、ただごとじゃねえぞ。あんた大丈夫か？ああ、ありがとう。花山選手、まだお伺いしたいことが。おい、お前が押したんだろ。俺は。てめえら、相手が怪我してるってのに気遣いの一つもねえのかよ。すいませんでした。たく、しょうがねえ奴らだな。ありがとう。立てるか？肩貸すからよ。ありがとう。春日さんだっけか。俺は花山、今はこんなだけど野球選手なんだ。その足、安西って選手とぶつかったんだって？スポーツ選手って大変なんだな。まあね。一応テレビとかで結構話題になったんだけど、知らない？悪い、そこら辺の話には疎くてな。でも記者の話を聞いてると安西ってのが一方的に。俺はそうは思わない。あいつがそんなことするはずないんだ。怪我させられた相手に随分肩入れするんだな。あいつとは小学生から高校まで同じ野球部なんだ。緻密さが売りで、あんな雑なプレーするはずがない。それにあいつはチームやスポーツマンシップを誰よりも大事にしていたんだ。チームの勝利だけじゃなく、仲間との絆や礼儀正しさを重んじるあいつが自分からやるはずないんだよ。そうは言ってもプレーしたのはあいつ自身だ。誰かが命令したってのは。僕は安西のチーム横浜シャークスターズの監督が怪しいと思っているんだ。監督が？なんだってそんな。あの監督になってからのシャークスターズは万年2位で、なかなか結果を出せずにいたんだ。今年優勝できなければ監督は退任って噂もあった。しかも例の試合は勝てば優勝がほぼ決まる局面だったんだ。焦った監督はあんたを潰すように安西に指示した。安西にも逆らえない何かしらの理由があったってか？俺はそう睨んでるんだけど、安西は自分のせいの一点張りでね。というか随分素直に俺の話を聞いてくれるんだな。世論じゃ安西憎し一色だぜ。いくらダチとはいえ、怪我させられた相手にそこまでかばうやつの言うことが妄想だなんて思えねえよ。春日さんなら信用できるかもしれないな。悪いんだけど一つ頼まれ事をしてくれないかな。頼み？安西に会って詳しく事情を聞いてきてほしいんだ。俺はこんな体だし自由に動き回れないからな。安西に？でもあんたでも連絡がつかないなら俺に会いに行けるはずねえよ。あいつがお忍びで通ってた店が浜風通りにある。そこに行けば会えるかもしれない。お忍びっていいのかよ、俺にそんな情報を教えて。俺を助けてくれる優しさと度量があって、世論に染まってない春日さんだから教えるんだよ。礼は必ずするからお願いできないかな。
そこまで言われちゃ断れねえな。いいぜ、事情を聞いてきてやるよ。ありがとう春日さん。そうだ、これを渡さないと。今顔つきは変わってるかもしれないが、探す手がかりにはなると思う。頼んだよ春日さん。浜風通りに向かってみるか。おい、強くなっちまったか。おう、ありがとう。おう、
それじゃあ。それでは出発いたします。よ、あ、おう。違うって。待った。ありがとな。おう。
任せとけ。それでは出発いたします。おう、ねえ。おい。ん？え？
番だな。かかってこい。強くなった気がするぜ。一つ上の男、まだ成長できるとはな。またいい女になっちゃった。ありがとな。そう、
どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。よ、あんた、この前の監督が全部ゲロったよ。え、もうすぐ記事になってあんたへの風評被害も終わる。これで球界復帰できるな。よかったじゃねえか。いや、あれはやはり俺が悪いんだ。プロの選手にも戻るつもりはない。なんでそこまで意固地になるんだよ。確かに監督に指示されたのは事実だ。だがそれを断れず実行したのは俺自身だ。監督が何を言おうと、俺が実行しなければ事件は起こらなかった。野球ってのは神聖なものだ。俺は野球を裏切った。世間がどう言おうが俺に野球をやる資格はない。花山という素晴らしい選手を潰してしまった俺なんかにな。おいおい、人を勝手に潰れたなんて言わないでくれよ。あ、花山相変わらずの頑固者だな、安西。花山、本当に申し訳ない。安西、俺はお前の大切な野球を奪って、どれだけお前が野球を好きか知ってるはずなのに、本当にすまなかった。だからさ、勝手に人を過去の人みたいに言うなよ。俺は潰れてもいねえし、お前に野球を奪われてなんかいねえぞ。確かにまだ痛いけどよ、俺は絶対にこの怪我治してまた球場に戻ってみせる。俺が治らねえとファンも悲しむし、大事な友達もずっと暗い顔したままになっちまうからな。花山、お前が戻るのか戻らないのか、それはお前が決めればいい。だが一つだけ覚えておいてくれ。俺は復帰したグラウンドにお前がいてほしいと思ってるってこと。花山、うじうじしてても償いにならないぜ。償いたいならプレーで償いよ。お前は野球選手なんだから。ほら顔上げろよ安西、気にすんなって。また野球やろうぜ、一緒にまた這い上がろう。なんでお前は俺なんかを許してくれるんだ。だって俺たち友達だろ。花山、ありがとう。最近累戦が緩いぜ。